皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。毎月最後のポッドキャストは皆さんからの質問や疑問にお答えしているのですが、今月はプリエボン先行予約イベントでいただいた質問音声をお送りしていますので、まあ全てが皆さんからの質問に答える形になっていますね。そろそろブログ音声も恋しくなってきましたでしょうか。今日は2つの質問に対する回答を立て続けにお送りしようと思っています。なぜかというと、両方とも今バレエを習っている子の進路相談だったから。踊るのは好きだけど、この先プロのダンサーを目指すのではなく他のことをしたいだとか、バレエに他の形で携わりたいだとか、そういう考えの人の方が実はプロダンサーを目指している人よりも多いかもしれないですね。ただバレエと勉強が水と油のように考えられてしまって、勉強するならバレエやめなきゃいけないって考えている人や親御さんも多い。そんな人たちにも聞いてもらいたいなと思いました。ではイベント音声です。今私は高校1年生でダンサーを、海外で踊るダンサーを目指して、で今日東京に来たのもオーディションも受けるために来たんですけど、家族もこの私の夢を応援してくれていてすごくありがたいんですけど、正直私は自分がダンサーに将来なれるかがすごく心配だし不安で、なりたいけど、ダンサー一本でこの先やっていっていいのかなっていう不安もあるし、もし、また別の道を探さないといけないなら、始めるのは今かなって思うので、まあ、このままダンサー一本で行くのか、それとも、別の道も、今から探しておくべきなのかは、どうなのかな。私は、いろいろ興味を持つっていうのはダンサーの幅を広げるので素晴らしいなと思うんですね。だから今、ダンス一本か、もしくはダンスをやめて他のことかって考えてるんだったら、両方一緒にやるっていうのもオプションとしてあるので、オプション C であるので、それもぜひ視野に入れてみてください。例えば、解剖学が興味があるとしましょう。で、バレエもやってるとしましょう。でも、コリオグラファーには、実は骨の動きを使ってコリオグラフするとか、関節や体の動き、動物の動きなどを真似してコリオグラフをする人がいるっていうのも考えて、それを知っててもダンスに助けることもできるわけですよ。で、表現が好き、音楽が好き、衣装が好き、他の道をいろいろ探したとしましょう。それと全部役に立つことですよね。スティーブン・マックレーが、オーストラリアの人なんだけども、で、会った時にいろいろ話してたら、彼その時、もう5、6、10年くらい前になるのかな、9、8年前だと思うんだけど、その時もうすでにプリンシパルで、そしてプリンシパルをしながら、ビジネスのマネジメントを勉強してました。だからプロでもそうやって他のことを勉強する他に興味があるっていう人はたくさんいるそうです。ただその時にどっちかオールオーナッシングだとやっぱりどっちかの夢を捨てることになるので、融合させられたら一番いいんじゃないかな、両方に興味持ってもいいんじゃないかな、この子とこの子好きでもいいじゃないみたいなのがあるんじゃないかなと思います。だってリンゴもオレンジも捨てがたいでしょ。どっちにするって言われて、一生これしか食べられませんって言われたらちょっと悩まない。リンゴの方が皮むかないですぐに食べられるし、でもオーストラリアのリンゴちっちゃいし、オレンジの方がバイタミン C はたくさんあるかもしれないけど皮むくの面倒だし爪の中に入るしみたいな、でそれがあるんだったら両方食べたらいいみたいになるので、ぜひ一個だけじゃなくて全部やったらいいんじゃないって、欲張っちゃっていいんじゃないって思います。でもバレエダンサーとして例えば留学を目指すのであれば、ある程度の年齢があるので、どっちかに比重を置こうってなったら、多分年齢制限のある方に比重を置いた方が理にかなってるんじゃないかなとは思います。で、勉強っていうのは後からできることでもあるので、何歳になっても大学に入り直す、留学してどこかに行くっていうことも可能なので、それも楽しいから好きだな、これ興味あるからやってみたいなっていうのはありだとは思うけれども、バレエの年齢を考えて今はこっちを80、90
で、土日とか時間を使ってる時にこっちとか、例えば今のふみさんの話がすごく興味があったからもう少し英語のこと学びたいな。なのでバレエに行く行きと帰りはそういうことを勉強してみようかなとかでも全然いいわけで、ぜひぜひ欲張って、せっかく1月ですから全部やっちゃいましょう。で、私の話になると、私はバレエを留学したのが高校3年生の終わりだったので、その後2年やって1年半くらいで、だから大学生1年生か浪人してるくらいの年の時にバレエをやめて釣りに行こうって思いました。で、その後にいろいろ調べて、結果として今の仕事をしているけれども、それでも全然間に合ってるし。だから、いつまでっていうのは自分の中で決めなくても、特にご両親が応援してくれてるのだから、それを、すねはできる限りかじって、おすねだけ、好きなことをやって、それでダンサーの幅が広がったらいいし、人間の幅が広がったら素敵な人間になれるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。今将来やりたい仕事が3つあって、愛さんみたいに理学的に考えてダンサーのサポートをするっていうのと、舞台の企画制作のスタッフをやってみたいっていうのと、あと今、日本でダンサーやってるだけで食べていけるっていうのが難しいので、それをの制度を作ったりするのとかをちょっとやってみたいなとか考えてるんですけど、その分野いっぱいやりたいことがありすぎて、小さい頃はピアノとバイオリンとバレエで3つやってて、たくさんやってることにやってなのかわからないんですけど、すべてなんか中途半端、どれかが一番上手くなるとかでもなく、全部中途半端に進んでしまって、だからバレエの道もあんまりって感じになっちゃったんで、その辺も悩んでるんですけど、どうでしょうか。まあ、2020年は私のことを中途半端の女王でも呼んでください。本は書いてるけど漢字は書けないし、ポッドキャストはしてるけどめちゃめちゃ早口だし、ブログは書いてるけど誤字脱字はたくさんあって、で、あなたの仕事は何ですかと聞かれて3秒くらい止まらないでよくわからないっていう私の世界へようこそ。やりたいことがたくさんだけれども、すべてにおいて今お話ししてるのに出てきてるのはバレエが好きだって、そのことをどうにかしたいっていうことだと思うのね。だから私から聞いてたら、別々のことをしてるようには聞こえないんだよね。だからその、やりたいもの、バレエの世界を良くすること。いろんな方法でできるって気がついた。一人一人と、例えば向き合って体のことをやるっていうケースもあるし、実際に自分がクリエイターとしてやるっていう方もあるし、もしくは、それらをやってもやっぱり上のシステムが変わらないといけないから、上の方から、つまり外から外部から、内にかけての力をかけていくっていうことでもあるかもしれないし。でもそのコアの部分は変わらないと思うので、そこは大丈夫だとは思う。ただ3つで全然違う勉強するか困るわけですよね。で、それぞれ、難しいところもね、あると思うし、やらなきゃいけない大学も一緒にダブルディグリーで取れるところでもないし、多分そこが悩みだと思うので、そしたら自分の中で、もしかしたら、今、自分がすぐにできることは何だろうとかっていうので、ロングタームゴールとショートタームゴールって考えてもいいかもしれないですね。例えば、医学療法とかの勉強をしてても、制作を例えば週末とかで自分のサークルでやることは多分できるでしょうし、ただ政府の方の大上の方に行きたいとかっていうので、厚生労働省だったりとか、まあいろんなところからプレッシャーで医学の方にお金を出すようにってするとしたならばそれはそれで結構難しいから、それをやりながら週末にバレエをっていうのは結構難しいかもしれないんだけれども、でも今自分が一番やりたいことは何かなっていうのと、あと実際にやってみる。やってみて、うわ、嫌いだったっていうことがたくさんあるので。だから実際に誰かのところに行って、一日見学させてもらうとか、誰かのところに行って、一日、作品を作る構成を、ワンシーズン見せてもらうとか、もしくは、そういう上のところでいる人たちの強制的なことをやってる人たちの話を聞いてみるんだとか、で、この人と話してて通じないなと思ったら多分そこには行きたくないかもしれないし、うわ、こんなことあったんだ、私この部分はやりたくないなって思ったらそれはそれでチョイスになると思うし、みんなこういう仕事してる人たち、ボランティアの人大好きですから、メール送って断られることはないと思いますよ。
で、その時に多分自分で、はっきりと正直に、この道だけとは考えてないんですが、もっと知りたいですとか、もっと深く知りたいですとか言って、ノーと言ってくる大人は多分いないと思うので、いっぱいやってあげたらいいんじゃないかなとは思います。私個人の話になると、バレエ学校で働いていて、でもプロの世界を知らないと、プロになりたい子を育てるって難しいなと思ったんですね。私自身がプロになったわけでもないですし、知らない世界だったので。なので、オーストラリアンバレエ団が隣だったから、そこにメールを送ってみました。でもメールを送るときもまだそんなスルメイズが誰とかって知らなかったんで、オーストラリアンバレエ団のウェブサイトを開き、コンタクトページっていうのを見て、私の名前は愛佐藤です。こんなことをしてます。って言って、送りつけたことがあります。一週間後に係の人から電話が来て、火曜日から来ませんか？だったので、一歩進んでみるっていうのは、無駄にはならないとは思いますよ。いかがでしたか？今週のポッドキャストはここまで。イベント音声をあと2エピソードお送りしたら、なんと、ポッドキャストエピソード300に突入いたします。何を締めようかは決めてはいないのですが、モニュメントナンバーなのでちょっと感慨深いですね。ではまた来週金曜日のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。